ドキシサイクリンはメタサイクリンから科学的に合成されたテトラサイクリン系の抗菌薬である。日本での先発品はファイザーのビブラマイシン。グラム陽性菌やグラム陰性菌、リケッチア、マイコプラズマ、クラミジアなどへ広い抗菌作用を示す。細菌のタンパク合成を阻害し、性菌性の抗生物質に分類される。特に使用性が強く、 蛍光投与での吸収が極めて良好、組織内移行も良好で長時間持続する。一般的な副作用は消化器系と皮膚障害である。化学的な遺伝子発現調整の実験系であるテットオン・オフシステムに用いられる。ドキシサイクリンはその化学構造からテトラサイクリン系の抗菌薬に分類される。蛍光用の薬剤 100mg1 錠あたりの 卸売価格は0.01から0.02アメリカドルと非常に安価な薬剤として知られる。なお、放出制御によって除放化された製剤も存在する。ドキシサイクリンの抗菌作用の作用基準は、他のテトラサイクリン系抗菌薬と同様に、細菌に取り込まれたものが、細菌の持つリボソームの 30S サブユニットに、化逆的ながら、比較的強く結合し、 タンパク質の合成に阻害をかけることによる。すなわち、細菌のリボソームを一時的に使用不能にして、細菌に必要なタンパク質を生合成できないようにすることによって、細菌の増殖を一時的に阻止する。なお、細菌などの原核生物のリボソームは 30S と 50S サブユニットからなっているのに対して、人など真核生物のリボソームは 40S と60。 S, S であるため、深核生物のリボソームに対しては、その機能を効果的に阻害することは難しい。したがって、ドキシサイクリンは、原核生物に対して、選択毒性を持つ。ドキシサイクリンに対して、耐性を持たない細菌に対する最小発育素子、濃度は0.03から0.12程度である。ただし、ドキシサイクリンに対して、 耐性を持つ細菌も存在する。吸収、ドキシサイクリンを人に対して空腹時に経口投与した場合の吸収は速やかであり、最高血中濃度到達時間は約3時間とされる。ところで、一般的なテトラサイクリン系の抗菌薬は、その化学構造からカルシウムイオンなどと難溶性の複合体を生成しやすく、 例えばカルシウムを多く含む食品と同時に摂取すると吸収が阻害される。しかし、ドキシサイクリンの場合は他のテトラサイクリン系の抗菌薬とは異なり、乳汁や食物と同時に摂取しても最高血中濃度到達時間こそ空腹時よりも遅くなるものの、ドキシサイクリンの吸収自体には支障が起こらない。分布体内に吸収されたドキシサイクリンは、 腎臓への移行性が最も高い。ただ、ドキシサイクリンは、その科学構造上の特徴のために、他のテトラサイクリン系の抗菌薬と比べても、比較的使用性が高いとされており、同じテトラサイクリン系抗菌薬のミノサイクリンほどではないものの、ドキシサイクリンも、また中数移行性が、テトラサイクリン系抗菌薬の中では、比較的高い。 脳中濃度は血中濃度の約30%とも言われる。また、血中濃度の11から56%が脳脊髄液中に移行する報告もある。このほか、ドキシサイクリンは、タンパク結合率も高く、従って、過量投与時に血液透析を行っても効果的に除去できない。代謝・排泄人におけるドキシサイクリンの 血中濃度半減期は12時間前後と、テトラサイクリン系の抗菌薬としては、比較的長い。このため、ドキシサイクリン感受精の細菌に対しては、1日1回投与で十分に効果を上げられると、されている。参考までに、健康な人に対する 200mg、蛍光単回投与の72時間後の、血中濃度ですら、約0.07であった。これは、 上記のドキシサイクリン肝受性菌の最小発育素止濃度に近い値である。このように、蛍光投与72時間経過後でも肝受性菌の最小発育素止濃度を下回るか、下回らないかといった血中濃度が維持されるため、人においてはドキシサイクリンの効果は長時間持続すると考えられる。なお、ドキシサイクリンは腎臓への移行性が最も高く、 健康な人では主に尿中に排泄されるものの、尿中の他に、胆汁中にも排泄される。このためドキシサイクリンは、腎不全の人に対しても、投与量を減量する必要のないテトラサイクリン系の抗菌薬とされる。ブドウ球菌属、連鎖球菌属、肺炎球菌、リ臨筋、炭素菌、大腸菌、筋、赤力筋、肺炎肝筋、ペスト菌、コレラ菌、ブルセラ属、 急熱、リケッチや、クラミジア族マラリア予防、マラリア原虫に対してもある程度の効果があり、予防内服あるいは他の抗マラリア剤と併用して、治療に用いられることもある。メフロ菌の副作用を敬遠して、その代替薬として使用される場合もある。ただし、副作用の節に書かれているように、第一選択薬としては、ドキシサイクリンを使わない。 2016年改定の日本皮膚科学会による尋常性座層治療ガイドライン2016において推奨度 A で強く推奨されている。1970年の文献を根拠にドキスサイクリン 50mg とミノサイクリン 100mg の同等性が示されているとした。EU のガイドラインではミノサイクリンよりも推奨されていると紹介されている。副作用は抗戦過敏があるが、 中止により警戒し、その他の腹痛や頭痛などは、軽微なものであるとした。なお、ドキスサイクリンは、座礁の適用はない。性感染症の尿路へのクラミジアトラコマティス感染に、対して、アジスロマイシンは97%に有効であり、ドキスサイクリンは100%に有効であった。ラットに対する長期試験では、副腎病変が確認されている。 人に対する臨床試験の期間内における、ドキシサイクリン 100mg の副作用発現率は約11%とされる。ドキシサイクリンは、蛍光血糖効果薬である、スルホニルーレア系薬剤の効果を増強するため、SU 剤との併用は注意が必要であることが、脳書に明記されているが、これは、ドキシサイクリンが SU 剤の効果を増強するとされるためである。 これについて、最近では、ドキシサイクリンが、インスリンの半減期を延長させたりアドレナリンの作用を阻害することにより、間接的にインスリンの効果を増強させるためと考えられており、SU 薬への直接的な相互作用ではなく、間接的な増強作用とされている。また、水害作用として、抹消組織でのインスリン感受性を増強し、糖代者を改善させることも推測されている。 ドキスサイクリン対メフロキンのコホート研究では、一つ以上の有害作用が仕事を妨害したと報告があったのは、ドキスサイクリン群で優位に多かった。有害事象の報告率は、メフロキン群で109,867人、ドキスサイクリン群で152,685人であった。メフロキン群は主に精神神経系であったのに対し、 ドキシサイクリン群は主に消化器系と皮膚障害であった。有害作用のうち何が服薬と関係しているか不明であるが、ドキシサイクリンはメフロキンと比較して優位に多い報告率であり、仕事への悪影響も大きかった。結論として、コーマラリア薬の第一選択肢はメフロキンであるべきという意見を支持している。ドキシサイクリンで皮膚の治療を受けた。 精神疾患歴のない残人が自殺傾向を示した。二人は自殺により死亡した。その一人はシトクロム P450 酵素の活性現象を示すサイプ 2C19 にヘテロ接合型遺伝子を持っていた。FDA のデータベース上に317件の精神状態変化を示す有害事象報告がある。上記文献の著者である英国の精神科医 デイビッド・ヒーリーはデータに基づいた医療を提唱し、有害事象報告システムクシスックにおいて、ドキスサイクリンが自殺との関連を明白に示していることを公表している。チェンジ .org で、ワトソン・ファーマスーティカルズ、現、アクタビスト FDA に、ドキスサイクリンと自殺の関連を調査する、要要求するための署名募集がなされている。 イソトレチノイン服用中に自殺した者は、ドキシサイクリンを服用していた報告が多く、ニュージーランドの自殺予防団体は、ドキシサイクリンを警告している。スコポラミン誘発健忘に対し、ドキシサイクリン1から 100G、キログラムは、濃度依存性の傾向であった。ドキシサイクリン 100G、キログラムでの長期治療は顕著な影響が示された。キシサイクリンは、 卵巣癌や子宮頸癌への抗がん作用が示された。治療法が見つかっていない、致死性家族性不眠症への試験が行われている。動物研究では有効性が示されている。変形性関節症に対して軟骨圧の減少抑制効果が認められている。PAC 一受容体へのリガンド結合をドキシサイクリンが促進させ、 PAC1 の活性化を増強し神経を保護した。この神経保護は一難、ミリリットルから優位に作用していた。ドキシサイクリンは、活性化したコニカワ細胞を減少させる。ドキシサイクリンは強力なポリ ADP、リボースポリメラーゼ1阻害作用を有している。パープ -1 阻害の EC50 は 70NM で、ある。100NM 濃度では、 類薬のミノサイクリンと同様にパープマイナス1を約75%阻害する。化学的な遺伝子発現調整の実験系であるテットオン・オフシステムに用いられる。iPS 細胞の研究において、生体内で山中4因子の働きをドキシサイクリン投与で制御することができる。また、ドキシサイクリン投与に反応して一時的に ALS。 などの難病を発症させることが可能とされる。この仕組みを利用した韓国の研究チームはドキシサイクリンを投与すると紫外線照射で蛍光緑の光を放つ光る犬を作り出した。ドキシサイクリンの1日摂取許容量は0 0 0 5 3ログラムである。日本ではドキシサイクリン塩酸塩は豚、鳥及び鈴木目魚類を対象に 動物用医薬品として承認されている。ありがとうございます。